妄想大河ドラマ戦国武将立花宗茂、主役は誰にする？その他のキャストは？皆さんこんにちは。織田信長の後を引き継ぐ形で天下人となった豊臣秀吉。その秀吉が西国無双と認めた武将といえば立花宗茂です。立花宗茂は戦国時代推しの人たちからも高い人気を誇る武将。立花宗茂を大河ドラマの主人公になんて声も当然あります。実際に彼がかつて治めた地柳川では大河ドラマ招致活動が行われています。そこで今回は立花宗茂が主人公の大河ドラマを妄想してみます。タイトルやストーリー展開、そして立花宗茂や主要キャストの配役まで、脚本家になった気分で大河ドラマ立花宗茂の世界に足を踏み入れてみましょう。大河ドラマ立花宗茂、タイトルを妄想する。まずは大河ドラマ立花宗茂のタイトルを考えてみることにします。シンプルにこのまま立花宗茂や宗茂でもいいかもしれませんが、ちょっとインパクトが足りません。そこで参考に近年の大河ドラマで戦国武将が主人公だった作品のタイトルを覗いてみると、軍師官兵衛、真田丸、女城主直虎、麒麟が来る、どうする家康といった感じで、本人の名前が入っているだけではなく、その主人公の気質や特徴を一言で表せる代名詞のようなものが入っていることが多いです。では立花宗茂の場合どうかといえば、まず思い出されるのが西国無双や鎮西一、または鬼将軍といった異名です。あの太后豊臣秀吉も東は徳川四天王の本多忠勝、西は立花宗茂が最強と褒めちぎったほどの戦上手ですから、そういった異名がつくのも当然の話。また朝鮮出兵では文禄慶長の役で貨幣ながら明朝鮮の大軍を打ち破るなど鬼神の働きを見せ、この時に鬼将軍の異名がつきました。宗茂の武勇を認めていたのは秀吉だけではありません。秀吉の次の天下人徳川家康もその一人。家康は大阪の陣で豊臣恩子の立花宗茂が豊臣方につくことを恐れて必死に味方につくよう交渉したなんていう話が残っているぐらいです。立花3000の兵は万に匹敵する、そう言われるぐらい立花宗茂率いる軍隊は強力だったので、家康が絶対的に回したくない気持ちもよくわかります。となるとタイトルには立花宗茂が戦場で無類の強さを誇った武将であることが伝わる言葉を入れたいところです。タイトルを考える上では立花宗茂の名前についても触れておきたいことがあります。立花宗茂という名前があまりにも有名なんですが、実はこの宗茂の名を名乗っていたのは晩年のみです。しかも名乗っていたのは江戸時代に入ってから。それどころか名前を何度も変えている人で、幼名である千熊丸から始まり晩年の宗茂まで実に10回以上改名しています。その名前の中でも長く使われている印象のある漢字があります。それは虎の字。大友家臣時代に名乗っていたのが宗虎。また豊臣秀吉の時代、朝鮮出兵の頃に名乗っていた重虎、宗虎です。中国では百獣の王と言われる虎、上昇腐敗とも言われる立花宗茂にぴったりと当てはまります。となるとこの虎の字もタイトルに含めたい気持ちが湧いてきます。そして最後にもう一つ欠かせないこと、それは立花宗茂の不屈の精神です。宗茂が関ヶ原の戦いで西軍に就いたため、一度大名の身から浪人にまで転落し、そこからまた大名として復活したことは有名な話でしょう。
その浪人時代、宗茂は加藤清正ら名だたる大名から家臣の誘いがあってもすべて断っていました。大名時代とは比較にならない貧しい生活をしていたはずなのに、決して首を縦に振ることはなかったのです。それは大名であったことに対するプライドもあったのでしょうが、やはり宗茂を慕って改易後も付き従ってくれている家臣たちと共に丘陵柳川に戻りたかったからでしょう。そして他県に仕えるなど散り散りとなってしまった旧臣たちを再び宗茂のもとへ呼び戻す、そんな思いもあったはず。実際立花四天王に数えられる根旅重久は改易後は加藤清正に仕えましたが、宗茂が大名に復帰すると呼び戻されています。だからこそ苦しい生活を耐え忍びながら丘陵へ返り咲くチャンスが来るのをじっと待っていたのでしょう。まさにこれは不動不屈の精神です。不動不屈とはどんな苦労や困難があっても決してくじけないこと。不動不屈は立花宗茂の性質を最も端的に表す四字熟語ではないでしょうか。ちなみに宗茂のように改易後復活できた大名は11名います。しかし改易前に10万石を超える所領を持っていた大名が改易前と同等程度にまで取り戻せたのは立花宗茂と丹羽長重ぐらい。しかも宗茂の場合は丘陵であった筑後柳川の地で10万石の所領を取り戻しています。これは立花宗茂のみが成し得た快挙であることも付け加えておきましょう。さてこれで立花宗茂を表す代名詞は出揃いました。立花宗茂という戦国武将に最も焦点を当てたいのはその武勇と不屈の精神ですから。そうなると大河ドラマのタイトルはどうでしょう。立花宗茂にぴったりなタイトル浮かびましたでしょうか。立花宗茂の大河ドラマはこんなストーリー。続いて大河ドラマ立花宗茂のストーリーについても妄想していきましょう。近年の大河ドラマだと大きく4部構成ぐらいに分かれる傾向にあります。例えば2020年から2021年にかけて放送された麒麟が来るだと以下のような4部構成。美濃編、越前編、京福間伝編、最終章。2016年の真田丸も4部構成。2014年の軍師官兵衛は少なめの2部構成でした。2017年の女城主直虎のように最初から最後まで構成一本の場合もあります。しかし何部かに分かれていた方が新しい展開の到来が分かりやすく、見る側の高揚感や期待感を増します。そして前述の通り立花宗茂の生涯は波乱万丈です。大きなターニングポイントを迎えるごとに何部かに分けた構成の方がドラマティックな展開を生みやすいでしょう。そうすると大河ドラマ立花宗茂は例えば以下のような構成になります。第1部黎明編、生い立ちから別鬼家を相続した大友家臣時代。第2部躍動編、秀吉に引き立てられ大名に出世した時代。第3部流浪編、秀吉の死から関ヶ原で敗れて流浪生活を送った時代。最終章、流浪の身から大名に復活した晩年の時代。ではこの4部それぞれどういう話になるのかを妄想してみます。第1部黎明編、始まりは立花宗茂が誕生した永禄10年8月18日から。九州は豊後の大名大友宗麟の重臣の一人高橋常雲の子として誕生するところから物語は始まるでしょう。この当時高橋常雲はまだ高橋家を継いでおらず、吉弘重政重忠と名乗っていたのですが、便宜上こちらの名前で進行させていただきます。ちなみに永禄10年
1567年といえば、織田信長が美濃斎藤家の稲葉山城を攻略し、天下布武の朱印を使い始めた頃。この翌年に信長は足利義昭を奉じて上洛しています。つまり織田信長が天下正室に身を乗り出した頃に立花宗茂は生まれたのです。しかし大河ドラマ立花宗茂では織田信長はさほどクローズアップされない想定です。特に第一部は話の舞台が九州メインですから、本州で起きていることはナレーションで紹介される程度でしょう。天正10年1582年に起きる本能寺の変も事件が起きたことに触れるぐらい。天正10年だと立花宗茂はすでに初陣を飾ってはいるものの、まだ15歳ですからね。そして第一部は立花宗茂の器量に惚れ込んだ別姬秋綱が宗茂を養子として迎え、別姬家の家督を譲られた頃の話が本筋。仲が悪かったとも伝わる宗茂の正室銀千代、別姬秋綱の娘と宗茂のやりとりも見どころになるでしょう。しかし義父別姬秋綱の病死とともに勢力に陰りが見え始める大友家。その一方で肥前の龍造寺高信を討ち死にさせ、飛ぶ鳥を落とす勢いの薩摩島津家が大友家に襲いかかります。立花宗茂はどのようにして島津家の大軍を迎え撃つのか。第一部終盤はチップ高橋常雲の奮戦とともに盛り上がりは最高潮を迎えることでしょう。ちなみに別姬秋綱は立花道雪の名で知られる大友三宿郎の一人。半身不随ながらも雷神のごとく戦う様は鬼道雪と呼ばれたりもしましたが、実は立花の姓を本人が称したことは生涯一度もありません。ただし立花道雪の名の方がよく知られているので、以降は別姬秋綱も立花道雪の名で統一することにします。第2部躍動編。第2部は薩摩島津家との激戦。宗茂のジップ高橋常雲が岩屋城の戦いで奮戦するところから始まります。序盤は千に満たない貨幣ながらも2万を超える島津の大軍を何度も蹴散らす高橋常雲立花宗茂親子の勇猛ぶりが見どころ。またこの頃から豊臣秀吉が九州平定に乗り出します。宗茂の主君大友宗麟が秀吉に助けを求めたこともあり、九州平定戦の一軍に組み込まれる立花宗茂。相手の出方を見ながら様々な戦術を用いて勝利をもたらす立花宗茂の活躍を秀吉は大いに称賛することでしょう。そして秀吉にも認められた宗茂は大友家の一家臣から筑後柳川13万石の大名に昇進するのです。九州平定後は関東の北条氏政氏直親子を攻めた小田原征伐やその後の朝鮮出兵などでも宗茂はその武名を天下に轟かせます。主君が大友から豊臣に移り変わり、立花宗茂が一気に飛躍する時代、それが第二部躍動編なのです。第三部無老編。第三部は天下人であった豊臣秀吉の死から始まります。秀吉の嫡男はまだ幼少の豊臣秀頼、その後見役であった加賀の前田利家も亡くなり、関東で地道に力を蓄えてきた徳川家康が天下を狙う、そんな時代です。そして石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍の間で起こった天下分け目の戦い。全国の大名が東軍と西軍に分かれて争ったこの戦いは、それまで順調にエリート街道を進んでいた立花宗茂の運命をも変えてしまいます。亡き豊臣秀吉の恩に報いるべく西軍についた宗茂は大津城の戦いに参戦し、籠城していた京極高次勢を降伏させるのですが、
石田三成の西軍は関ヶ原の戦いで徳川家康の東軍にすでに敗れたことを知ります。一旦大阪城へ戻り再起を図りたい宗茂でしたが、毛利輝元が徳川家康に恭順してしまったため、やむなく本国筑後柳川へ撤退することに。しかし撤退した九州では黒田官兵衛率いる軍勢が西軍勢力を席巻していました。彼らの軍勢は本拠地柳川城にも迫ります。柳川城で籠城する構えを見せた宗茂でしたが、黒田官兵衛や加藤清正の説得により最終的には退場。その後の戦後処理で宗茂は改易処分となり、しばしの流浪生活を強いられることになるのです。また改易後には正室の銀千代も病により34歳という若さで亡くなってしまうという不幸も続きます。それまで順風満帆だった宗茂の人生は関ヶ原の戦いを境に奈落の底へ突き落とされてしまうかのよう。それでも再び大名として返り咲くことを諦めず、不動不屈の精神で前向きに生きるひたむきな宗茂の姿が第3部では見られることでしょう。最終章、銀千代の死後、立花宗茂の一行は江戸へ下ります。そこで宗茂の器量をよく知り、宗茂と共に秀吉に無双と謳われた本多忠勝との再会が最終章の始まり。浪人の身にまで落ちた立花宗茂が再び大名として復活していく過程が最終章の本筋です。その間には豊臣家が滅亡することになる大阪の陣やキリシタンによる反乱、島原の乱があり、それらの戦でも立花宗茂の戦略眼と戦術が冴え渡ります。島原の乱に参陣した際にはすでに弱い70を超えていましたが、誰よりも頼りになる戦神のような存在だったに違いありません。また将軍徳川秀忠や家光、そして多くの諸大名家臣たちに畏敬の念を抱かれていた宗茂。最終章では宗茂がそれまでに培ってきた経験の集大成を目にすることができるでしょう。立花宗茂、誰が演じる？ここまで大河ドラマ立花宗茂のタイトルとストーリーを妄想してきましたので、ここからはキャストについて考えてみます。主人公である立花宗茂は誰が演じるのがベストでしょう？ではここ数年の大河ドラマ主人公の俳優さんを見てみることにしましょう。光る君へ、紫式部、吉高由里子、どうする家康、徳川家康、松本潤、鎌倉殿の13人、北条義時、小栗旬、青天をつけ、渋沢栄一、吉沢亮、麒麟が来る、明智光秀、長谷川博己。こうして見ると大河ドラマの主人公を演じる俳優さんの傾向はだいたい30代から40代ぐらい。年齢に関して言えば大河ドラマは主人公の生涯を扱うので、青年期から晩年までを演じられる俳優となるとだいたい30代前後になるのかもしれません。また俳優としても油が乗ってきて演技力にも定評があり、近年実力派として注目されている俳優が選ばれる傾向にあります。ちなみに大河ドラマに何度か出演している人もいれば、初出演の方もいるので、大河ドラマ出演歴については目をつぶっても良さそうです。それから立花宗茂自身の容姿についても触れておきましょう。といっても写真が残っているわけではないので、その正確な姿は分かりません。しかし容姿端麗で清廉潔白、武士の中の武士と伝わっていることを考えると、当時のイケメンに分類されるタイプの容姿だったのかもしれません。また身長については、宗茂が身にまとっていたと言われている甲冑から推算しておよそ180cm と言われています。180cm といえば現代でも高身長ですが、当時の戦国時代では
かなり長身な方だったのではないでしょうか。その辺のことも加味して考えると、筆者の独断と偏見で選ばせていただくならば、福士蒼汰さんを推したいと思います。福士蒼汰さんは笑顔の似合う爽やかなイケメン代表格で、身長は183センチメートルと高身長、年齢は2022年現在で29歳。近年はドラマや映画に引っ張りだこの人気俳優さんです。大河ドラマ出演経験はまだありません。しかし前述の通り、吉沢亮さんや松本潤さんは大河初出演で初主演ですから、そこは問題なしです。また福士蒼汰さんは運動神経が良く、中学生時代はバスケットボール部に所属していました。そしてなんとバク転が得意。立花宗茂が戦場を所狭しと駆け巡りながら繰り広げるアクションシーンもこなせそうです。さらに香川照之さんのように幅広く演じられる俳優を目標としていて、時代劇にも積極的に出演したいという抱負もあるそう。立花宗茂を演じることで、さらに俳優のキャリアをステップアップさせるいい機会にもなりそうですよね。あくまでも筆者の独断と偏見でありますので、皆様これはという武将がいらっしゃいましたら、コメントをいただければ幸いです。立花宗茂の脇を固めるキャスト陣、それでは立花宗茂以外の配役についても妄想してみましょう。とはいえ登場人物を挙げ出したらキリがないので、物語の中でもキーパーソンとなるであろう9人に絞ってみました。そして妄想の結果考えた配役がこちらです。高橋常雲、1548年生まれ、立花宗茂のジップ、西島秀俊51歳。立花道雪、1513年生まれ、立花宗茂の義父、藤岡弘、76歳。立花銀千代、1569年生まれ、立花宗茂の正室、女上司としても有名、浜辺美波、21歳。大友宗麟、1530年生まれ、文後の王と呼ばれた戦国大名、立花宗茂の主君、村上弘明、65歳。小早川秀金、1567年生まれ、毛利元就九男、宗茂と意気投合し義兄弟の契りを結ぶ、竹内涼真、29歳。小野茂行、1546年生まれ、立花四天王の一人、豪遊にして地望ありと伝わる、菅高政、44歳。戸時連貞、1556年生まれ、立花四天王の一人、親友にして豪力なりと伝わる、佐藤健、33歳。菰野正時、1543年生まれ、立花四天王の一人、改易後は宗茂には従わず黒田官兵衛に仕える、小田切丞、46歳。根旅茂久、1551年生まれ、立花四天王の一人、改易後は宗茂には従わず加藤清正に仕えるが、宗茂が再び柳川領主に復帰すると呼び戻される、花目潤、41歳。この俳優さんたちの名前を見て何か気づいた人はいるでしょうか。そうです、立花銀千代役の浜辺美波さん以外のキャストは、立花宗茂役の福士蒼汰さん含めて全員仮面ライダーシリーズ主演俳優です。あれ、西島秀俊さんは？と思う方がいるかもしれません。実は2022年秋からAmazon プライムビデオで配信予定の仮面ライダーブラックサンデー、西島秀俊さんが主人公の南光太郎役を務めることになっているのです。なので西島秀俊さんも晴れて仮面ライダー俳優の仲間入りということになります。
いわゆる仮面ライダー俳優の方々は実力派が多く、大河ドラマ出演経験者も多いです。いつかは仮面ライダー俳優勢ぞろいな大河ドラマが作られる時も来るんじゃないかという思いも込めて、仮面ライダー俳優を集結させてみました。このキャストなら話題性もあるし、皆さん人気も演技力も抜群。さらに当時見ていた仮面ライダーが出ているとなれば、普段大河ドラマにあまり興味のなかった視聴者が集まることも間違いなしです。そしてキャッチコピーは、毎週日曜夜8時は仮面ライダー大河を見ようで決まりでしょう。終わりに、今回は大河ドラマ橘宗茂をタイトルからストーリー、そして主演キャストに至るまで妄想してみました。生涯不敗とも言われる戦上手の橘宗茂は、専門家の間でも評価が高く、戦国時代最強の武将と言われたりもします。また大名にまで出世しながら、一時は浪人に転落。しかしそこから再び大名へと復活した生涯は、まさに波乱万丈。1年間通して放送される大河ドラマにはぴったりな主人公ですよね。いつの日か大河ドラマ橘宗茂が実現することを心から待ち望んでいます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。